ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。脳みそのシワで迷路してみた。はい、ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りでございまして、はい、ゲストを呼びします。本日のゲスト、白石ひらら選手に来ていただいてます。はい、よいしょ。どうすか皆さん、なんかさ、真ん中にいる人さ、たくさんしかり、白石くんしかりあるんだよな、この子。いや、オーラはある。あるよね。競技場入ってきた瞬間に秒で気づいたよね。実は初対面なんですけど、インスタライブで一回お話ししたことがありまして、ガッシュベル見てました。え、なに、なに、ガッシュベル見てました、家で。え、ちょっと待って、みんなこれ聞いて、これ嘘つかないからな、今から。俺、昨日の夜、ガッシュベル見てました。マジですか。マジです。初対面です。100m と 200m のお前さ、自己ベスト知ってるで、知らねえだろ。いや、知ってるよ。お、言ってみよう、お前。これで当たったら、ちょっと許す。100m が7秒。220秒で1とか。違う。違う。見上げたから。天見たからね。でも俺日本で今200一番速いと思ってる。間違ってもないかな。まあまあまあ、白石くんの方から自己ベストの方教えてもらいたいと思うんですけども、多分 200m は TKD チャンネル史上最速ですね。最速、最速ランナーがちょっと来てくださいましたね。あ、ダメだ、いた、一人。誰？高平さん。すごいお方忘れるじゃん。そんな忘れ方ある？そうですね、はい、現役最速、はい、素晴らしい、ありがとうございます。自己ベストの方教えてもらいたいと思います。 100m から、 100m が10秒19で、よいしょー。 200m が20秒27です。よいしょやばいな。20秒27だよ。やばいよね。やばいやばいっしょ。やばいやばい。本当に選手君が覚醒はしてたんだけど、20秒8とか7ぐらいの時から SNS チェックしてたわ。え、なんかそういうなんか才能あるよね。 それはね、なんか俺に言っててずっと、俺来るよ。多田くんの時もそうだったよね。で、その多田くんと白石くんの仲いいっていうのもちょっと縁があるよね。これから出てくる選手当てんすよ、こいつ。予知能力持ってるんで全然おもろない。午前中結構撮影しちゃって疲れちゃった。ダメだって言うなって、お前。いや、言ってないですよ。突っ込みづらい。白石くん大きいから突っ込みづらい。意外にでかっ。意外、意外、意外、なんか言葉選び難しい。注目の選手の一人ではあるんですけれども、その白石選手に今回今日来ていただきまして、トップアスリート来ていただいたので、久しぶりに真面目な企画撮ろうかなと。白石くんと一緒にアップしてみたこれはね、感覚とかももちろんあると思うんだけど、何を考えて何をやってるかっていうのをトップの選手から聞くのってめちゃくちゃ大事なんですよ。やっぱみんなって SNS とかテレビとかでしかそういう場所見れるなくて、あーなんかやってるなっていう風にしかみんなのところには届かないと思うんだけど、大丈夫、今回は口で聞けるからおい、MC 上手くなったっていうの忘れてた。あ、どうぞどうぞ。全然。白石選手がグーン来てる時に、うん、その時期に上がカンボジアの子に支援をお願いします。ありましたね、アクセルで動画があったじゃないですか。あ、すごい感動的な。この時は皆さん本当にありがとうございました。イエマンもね、いろんな方に届いてます。周平があの動画をアップロードして、もうすぐよ、すぐ白石選手から DM が来ます。嘘でしょ。僕もかっこいいね。やばくないっていう話を大西界隈でみんなでしてて、強い選手ってやっぱこれできるよねみたいな、応援される選手ってこういう選手よねっていう話をしてて、さらに今回もチャンネルに出てくれるっていう、やばい。なんで今日は白石くんの闇を暴いてきて素晴らしい選手ですので、まあ、皆さんもね、ぜひ今回の動画参考にしていただければと思います。白石くんも、はい、チャンネルやってそうですね、はい、概要欄に白石くんのチャンネルと SNS のリンク貼っておきますので、皆さんぜひチェックしてください。ということで早速じゃあアップの方やっていきたいと思います。では行きましょう。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで早速なんですけども、白石くんはアップはあれですか、ジョギングかちょろっと走っていくか。そうですね、ちょろっと走る感じなんですけど、めちゃめちゃ本当ジョグぐらいのスピードなんですけど、うん、そんなに長くジョグはしないで、うん、ちょろっと走って大体感覚確かめて。なるほど。ちょろっとって何メートルぐらいですか。いや、もう日によりますね。なんか50メートルの時もあれば、はい、1万メートルぐらいの時も。そう、もっといったな。できる、できる、できる、できる。いや、びっくりした。その顔でボケるんだじゃちょろっと行ってきます。安心しためっちゃゆっくりです。終わりだって。終わり？ああ。す
すげえ声出してるよ。カメラマン初めてこんな声。走りながら僕にも説明してくれたんですけど、自分の走って設置の感覚とか自分の硬さというのを確かめてちょろっと行きましたけれども、うん、いつもじゃないですよね。そうですね、本当、うん、日によって変わるんですけど、まあ例えば朝とかだったら起きてまだ時間経ってないんで、うん、若干こう固まってる部分あるんで、はいはい、ちょっとだけ今行ったぐらいの往復ぐらいまでやったりとか、本当にここで完結したんで全部。いや同じようなことね、キルも言ってたんだ。吉田さんのジョギング、俺は100走って100往復100走って100往復みたいなのをよくアップでするんですけど、白石くんはジョギングにちょっと毛生えたみたいなスピードで、午前とか硬い日は往復し て, してで、なんかそれを日によって変える、時間帯によって変えるってことですよね。そうですね、自分の体を確かめる、そこが一番大事だと思って、うんうんうん、でまあそれが今からやると体操であったりストレッチだったりドリルにつながってくるので、一旦自分の今日の体のコンディションはどうだっていう部分を確かめて、体を起こすというよりかは体と話すみたいな。そうですね、はい、お、ちょっといいこと言ったんじゃない今。面白い。周平でもめちゃめちゃ少ないやんと思って。あ、そう、よくよしきに突っ込まれるんで。あれですかね、アップをやらないんじゃなくて状態と話すっていう意味の、うん、ですからね皆さん、ここは勘違いしないように、うん、白石くんもこれしかやってないから私もこれみたいなのじゃないですからね皆さん、気をつけろ。ダッシュで行こうぜ。白石くんの体操ストレッチコーナーはい、じゃあさっきの体と話した後に今ここに来てます。今ちょっとジョグして、例えば側関節硬いなと思ったら、うん、本当こうアキレス腱こうやったりとか、はいはい、膝なんか変な感じだなと思ったら屈伸したりとか、はい、日によって本当やることは全部変わるんだ、まあ、基本的には体操ストレッチとかのみんなやったことあるような、はいはい、屈伸して、うん、まあ、伸脚してとかっていうのをやったりとかぐらいなんで、ただ本当もう動的柔軟って感じ。なるほどね。じゃあこっちもあんまり時間かけない。そうですね、ここも、はい、まだ話してる段階からだと。そうですね、まあここでちょっと今日例えばこう止まってストレッチしてる時に、うん、まあハム伸ばした時にちょっと今日張ってるなと思って、はいはい、動的柔軟の中でちょっと長めに。なるほど。じゃあ今日は絶賛シーズン中なので試合に近い日にやるようなその動的ストレッチだったりだとか、はい、今からスピード練習するようなアップを教えていただきたいなと思います。やっぱストレッチ体操までもね、まだ温めるっていうよりかまだ体と話すっていう感覚の方が大事ですね。じゃあ次行きましょうか。ダッシュで行こうぜ。はい、まあ、基本的にみんなやったことあるような動的柔軟になってくるんですけど、必ずやる動きを4つほどあるので、はいはいはい、やっていきたいなと思って、まあ多分普通にダウンジで中心の方伸ばしたので手上げて何歩も行ったりしないで、本当に左足ここで取るとか、伸ばしてこうなっちゃってる、まあ、中高生多分多いと思うんですけど、しっかりこう手上げることでここが伸びてるなって感覚が得られるので、うん、逆足やってしっかり仕入れて。初めてやった。あー気持ちいい。これ交互に。あー気持ちいい。1回ずつやったら、はいはいはい、次がハムスプリング伸ばすんですけど、お、出た。これをこういう動きあるじゃないですか、うん、内、中、外って3つに分けて、内、中、外って分けて、まあ、それぞれ筋肉の伸ばす場所を変えてやっていくっていう形で、すごい伸びる場所がちょっとずつ変わってくる、うんうん、俺も人のことで言えば体硬い。あ、俺硬い。1、2、3、外で。で、これも繰り返し、これでも6回ぐらいずっとやって、で、これ2回やったらちょっと軽く流してみて。流します。どんぐらい流すんだろう。結構いくわ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。結構いった。びっくりした。ずっとさ、ジョギングもこうちょろっていって、なんか体操もなんかこう確かめて、いや今もなんかね、ねまだハメしか伸ばしてないと思って、ドワーッ。